こんにちは今朝、長崎市の県道で原付バイクと普通ワゴン車が衝突し原付バイクを運転していた20代の男性が顔面を骨折する怪我をしました午前7時25分ごろ長崎市新都町3丁目の県道小が倉多賀線で片側1車線の信号のない道路を右折中の普通ワゴン車と市中心部方面から 野間崎方面に直進する原付きバイクが衝突しましたこの事故で原付きバイクを運転していた20代の男性が意識不明の重体で救急搬送されました男性は顔面を骨折する怪我をしたものの現在は意識は回復し会話もできるということですワゴン車を運転していた60代の男性と同乗していた3人にけがはありませんでした 警察は詳しい事故の原因を調べています。